金吉の落とし物、これは美奈子の落とし物ね。なんか落とし物いっぱいあるんやろけど、達也の落とし物誰？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は荒ぶり始めた森キング、奇妙な雷の影響で荒ぶり出したとされる森キング、バサギリの調査をしてこの現象を鎮めるための方法を探す。よし、ってことは巨木の戦場なんかしゃがんでしまったなんだい、なんか言わんかった今ん、何、お元気ですか。あー、びっくりした何が始まったんかと思った。ヒギ、背面取りの術は使いこなせていますか。背面取りそんなやってないけど、とにかくいい傷薬をどうぞ。ありがとう。調査隊がポケモンを調べることで飽きないにチャンスも増えるでしょう。いわゆる先行投資でございます。ふんふん、かけてくれてるんですね。アイナはいい傷薬を3個手に入れた。塗って使う傷薬、ポケモン1匹の HP を100だけ回復する。それでは自分遺跡を調べますので失礼しますね。了解です。遺跡って何、どこ、外に出るのか、気をつけてな。巨木の戦場とはここでいいんかなここしかないよね。高台ベースに行けばいいんか。ここからどうすればよろしいんですか。夜にしか見かけないポケモンがいるらしいね。しかもスーッと現れてなんだか不気味だね。まあ、やっぱ夜やけん、そういう系統のゴーストタイプのポケモンとかがいるんじゃないっすか。あー、もう間違えた。めっちゃ普通に間違えた。え、待って待って。あ、飛んでった。あれ？走れんかったっけ？あれ？走るボタンとかなかったっけ？え、なんかめっちゃ遠くない？なんか超絶遠いんですけど、この辺滑り降りれたりする？せんかな。どこを通ってどう行けばよろしいんすかね。ぐるっと回っていくし、あ、いや、ここら辺通れるか。ひえ、あ、今結構ダメージを受けたのではないだろうか。ね、結構なダメージを受け、お、あれ何？パラセクトじゃない？ね、きっとそうだわ。ほらほらほら。え？ひえ、なるほど、戦う系ですか。うわー、待って！いけい！戦闘開始。親分のパラセクトは野生の力、え？親分？マジで？え、ちょっと待って、レベル30とか絶対無理なんですけど。逃げる。一旦逃げよう。いやー、ひえー、助けてー。いやー、まさかそんなポケモンだとは思わず。いやー、驚いたー。普通にパラスならいけるかな。でもちょっとさ、パラスがどうとかの前に、ん？でもこの目のマークはとりあえずパラスの方か。びっくりしたー。ちょっとそんなところから襲いかかってこないでくれるかしら。いけ、何もいないんですけど全くもって見えないんですけど。ひなこ、やっつけてしまったりとかする？あ、やっつけたえ、やっつけちゃったわね。パラス他どこにおる？え、それか。いけい、見えないんですけど、パラスパラスかどうかすらわからんっていう。ひえ、火の嵐が。何、毒を食らってるのか。電光石火でならいける気がするぞ。よし、これはめっちゃいい感じなのでは。モンスターボール、さあ捕まえれるか。
応レベルが一桁のバラスやけど。やった、バラスを捕まえた。てかさ、最初から最後までパラス一切姿見えんかったんやけど。ね、全くもって姿見えんかったんやけど。剣舞茸、これ初めてかな。ね、初めての鉱石、鉱石じゃないわ、初めての植物、薬草。これこの一番下の低いとこ通っていったんで大丈夫な感じかな。そこに何か、あれはコロ帽子じゃないかい、そんな名前あったよね確か。ね、なんか後ろからさ、ブクブク言いながら何かがついてきようんやけど、恐ろしくね。え、てかめっちゃ遠くない？ね、超絶遠くない？これやっぱりさ、違うな。え？え、めちゃくちゃ遠いやんね。ちょっと痛い。痛い。めっちゃ遠くに投げた、めっちゃ遠くに投げたって。行くぜ。違うんよ、見落としてくれってことじゃなくてね。はい、行け、コリンク。マジでさ、行く場所あそこであった。え、でもね、もともとおった村かここかしかなかったよね。よし、いいぞいいぞ。ムクバードはもうすでに捕まえてるけん、なんなら多分私の手持ちの中に入っとった気がする。よし、オッケー。え、これ向こう側行けんくね。え、なに、どうやって行くのこれ。 あそこなんか渡れそうな、渡れそうな細い浅瀬がある。あそこにめちゃくちゃ時間かかるね。まああれか、途中途中で、そのキャンプベース的な、キャンプベース、ベースキャンプ的な、ものがあるということなんだろうか。あ、そっか、これも、ポケモンで壊さんといかんやつなんやけど。玉石と鉄のかけら。こういうのはあれなんやね。間違えたよ。あ、間違えたけど、取ってくれるんやね。なるほど。こういうのは破壊したそのポケモンしか入らんのよね、経験値が。ここここ、ここを渡って行きましょう。なんかめっちゃ、え、あれ多分親分とかいうやつじゃない？なんか目が赤く光りよる。やだ。あのま、ああ、おぼ出た。くそ。ということはまっすぐ行くしかないのか。そんなに深かったんすか、あそこ。え、怖い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 。待って。あ、てか結局ここ。ねえ、めっちゃ遠くない？ね。ゼルダとかやったらさ、あそこもう、シューって。パラシュートとかで降りてくるのね。あれは、何だっけ？忘れた。ウサギのやつよね、あれ。ちょ、待ってよ。ボール、ボール、モンスターボールを。くそ、無理だ。ちょ、ここは、ポケモンを使っていくしか。いけい。え、いない。え、もしかして消えた、消えたな。なんか自分のポケモンと話せるのか。かわいい。え、戻ってくれていいよ、もうそのうち戻るんかな、勝手に。めっちゃ欲しかったんだけども、あのポケモン、あれはケムッソか。なんかあっちの方、あれなんだ、なんかすごい飛び跳ねよるポケモンが。何のポケモン？マユルドか？マユルドってあんなに動くの？あ、そこにもなんかケムストやな。ねえ、マユルドってあんなに、さなぎですよね。さなぎ？マユ？マユか。
あんなに動くんですね。よし。お、届いた。よかった。届かんかと思った。カラサリスやった。カラサリスだ。なるほど。あ、やっとちょっと近くなってきたけど、これ渡れる？日中に捕まえた数。あ、いけるいける。あー、いけない！待って、もうちょっと緩やかな場所ある？いや、無理無理無理。あ、え、そんなところで？え、実はめちゃくちゃ深かったとか？待って、どっか渡れる。あ、そこなんかキャンプない？え、気のせいかな？え、気のせいじゃない。え、てか見て。今、キムスト寝てなかった、そこで。めっちゃ可愛いやん。あ、おった。あれあれ。こっから届くかな？あ、でも、あのマークが出とったら大丈夫かな？お、なんとか、届きはしたけど、どうだ？やったー！ミミロール！ミミロールや！さ、私の中では、なんだっけ？ミミロップやったっけ？え、そんなんじゃなかった？なんか。え、ここキャンプじゃないのか？なんか、火が、もしかして村とかそういう感じ？うわ、なんかすごい不穏な気配が。大丈夫？これなんなんやろう？なんかのポケモンの絵かな？あ、おったおった。もうめっちゃ遠かったんですけど。この近くにはないんすかね？ベースキャンプ。誰？俺は新手段のキクイ。バサギリを世話するキャプテンだね。ほうほう。バサギリって何やったっけ？ズバリ、君はバサギリに会いに来たね。あの、馬？わかる。わかるのだよ。強くてかっこよいバサギリが、さらに強くかっこよくなったからね。だけど合わせないね。今のバサギリは強すぎるからね。先日の雷は、おそらく神王様の力。それを浴びて強くなったのだね。そこをなんとか。じゃあ、いいです。何、どうした？なんと、君のバサギリへの熱い思い、キクイにも響いたね。いずれにしろ、君の思いは無関係。カエさんからきつく言われてね。誰もバサギリには近づかないからね。キクイ自慢の相棒、ヌメラと共に追い払うからね。ヌメラってどんなやった？相手をします。ムカムカするね。忠告で追い返そうとしているのに。理解できないとはね。悲しいね。行け、ヌメラ。溶けろ、ヌメラ。ナメクジみたいなやつか？ヌメラ。あ、ほらほらほら。ウミウシみたいなやつか？頭の中で思っとったのはこれなんやけど、ナメクジではない気がしてきた。テンショー。水タイプかな、この子。あ、違う。え、じゃあ何タイプだ？地面とか。え、それは、何タイプの技？アシッドボム、毒？毒系？え、待って、誰？ムクバードで行こう。入れ替えます。エアスラッシュ。イエーイ、いい感じ。効果抜群とかではなさそうやけど。レベルでの押し切りか？どうよ。なんたる。すごい落ち込んでしまった。負けたけれど忠告の続き。今はあってはいけないね。バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってきてね。いつもならお供え物。二つの好物をバサギリにあげれば、嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。キャプテンの俺ですら、好物をあげたくても暴れ回る。あ、そっか。親分ポケモンやった？バサギリ。え、違ったっけ？好物をあげたくても暴れ回る。バサギリに近づけないからね。よそ者の君には無理な話だね。びっくりした。急に格好変わったと思った主人公。バサギリや怪しの先祖は、神王様より力を授かり、ポケモンへ人を守ったとされている。私たち新時代も恩恵を受け、翡翠で生きているからね。かわいいよね、この子。カイさん？バサギリが強くなった、というが、あれでは厄介者だよ。
雷を浴びせたとしたら、偽りの神王様ではないのか。金剛団が崇める偽りの。バサギリは私たち新時代にとって大事なポケモン。よそ者に任せるのではなく、私たちで何とかしたい。そう考えてはいるが、荒ぶるバサギリは一刻も早く沈めれば、襲われる人やポケモンが増えれば、金剛団や銀河団とも揉める。次はレベル30くらいまで行くんかな、もしかして。おい、空から落ちてきたやつ。銀河団であれば何とかできるのかね。何とかします。本音的にはわかりませんやけど。わかった。バサギリの好物はキクイと私で用意する。お前は広い翡翠を駆け回っても、何とか解決法を見つけてほしい。本当に広いんよね。もうちょっとなんかいい移動方法はないでしょうか。アルセウスフォンが反応している。不思議な力で一瞬でベースキャンプまで移動できます。ふんふん。アルセウスフォンの地図画面で X ボタンを押すとベースキャンプなどへすぐに移動できます。ただし状況によってはこの機能が使えないこともあります。もうこの辺ベースキャンプなかったけど、近く移動できるところあった？ベースキャンプにいるラベン博士に情報を伝える。なんか、どうにか、この近くに。この近くあったんかな？今私はここに。ん？違う。何？どこ？あ、ここか。どこにおるんかと思った一瞬。金吉の落とし物？これは？美奈子の落とし物ね。なんか落とし物いっぱいあるんやろけど。達江の落とし物。誰？誰？村の人たち？この辺、ベースキャンプはないんでしょうか。これ金吉の落とし物まで行けたりとかせんか。せんね。なんかさ、変な場所から来たけん、道なりに行きよったらベースキャンプがあるとかいうこともないですかね。こっち側とかは。なんか夜になってきたけんさ、明るい間とは違うポケモンがまた出てくるのでは。やだやだね。びっくりした。人かと思った一瞬。ポケモンか。ミミロルやね、ミミロル。覚えたよ。この辺にないんすか？なんか多分、自分でちゃんとたどり着けた場所以外、マーク使うのやと思うよね。ベースキャンプとか。ゲーム。たどり着く前にマップで見ても多分わからんのよね。ないな。全然ないな。こっちは、あれ人？うわ、思ったより高い場所やった。びっくり。めっちゃびっくり。いや、人じゃないな。植物か。で、その落とし物やらというのは、なんか通り過ぎたね。だいぶ過ぎたね。じゃあしょうがない。もう、パッと戻るしかねえか。頑張ろう。頑張ろう。はい、原野ベースに移動します。どうも。アイナくん、バサギリの調査は順調だったりしますか？いやー、順調じゃないんよね。ちょっとつまずいてまして。なるほどです。バサギリは好物を食べておとなしくなると。研究室にて試案するとしましょう。アイナくんも来てください。了解。今回はこの3匹。でも、パラスなんか捕まえとったね。私なんか、持っとったわ。あれ？でも初めて捕まえたポケモン。あれ？どういうことだ？パラスなんか手持ちに入ってなかった？気のせい？今回なんか結構多いんかな？よし。いい感じ、いい感じ。じゃんじゃんランクを上げていきたい。アイナくんが真珠団のカイさんやキクイくんから得た情報によると、荒ぶるバサギリですが、二つの鉱物を食べると落ち着いていたとのことです。二つの鉱物の組み合わせによって、生まれる香りか成分が、バサギリを落ち着かせる、沈める効果を発揮するのでは。ですが、
荒ぶるバサギリにはいつも世話をしているキャプテンですら近づけないと。そうらしい。じゃあ絶対無理じゃねえ私とか。試案しますのでしばらく時間をください。集めた資料の中に何か手がかりがあるはずです。なんかすごい可愛いピカチュウの絵があったような気がする。今何集めた資料関係ある、子供が描いた絵みたいな。なんか後ろでなんか話しよる。お、何か思いついた。ひらめきました。何をだろうか。投げるのです。アイナ君は投げる才能に優れていますから、バサギリの好物を投げつけるのです。え、モンスターとかポケモンを捕まえる才能じゃなくって、それはモンスターボールを投げる才能っていうことやったん、あれ。詳しく。モンスターボールを作る技術で2つの鉱物を玉にするのです。沈める効果の玉、名付けるならリラックス玉ですかね。ほう、ラベン玉にすればいいのに。ラベン博士やけん、自分の名前を。そのネーミングですと僕が投げられることになるのです。いやー、別にそんなことはないのでは。ちなみに2つの鉱物は真珠団が用意してくださるんですね。ふんふん。アイナ、真珠団に知らせるため巨木の戦場に戻るとするか。あ、戦場かと思って戦場なんやね。巨木の戦場でしたらまずは高台ベースに向かうのがいいですね。その高台ベースからも遠いんすよ。その辺ちょっとどうにかしていただけないでしょうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。